今回は中国史上最も古いとされる円周率の求め方、隆起の方法について話していくのだ。隆起って人が考えた方法なの？そうなのだ。円周率の求め方の前に、まず隆起という人物について説明すると、隆起は3世紀中盤頃、時代の区分でいうと三国時代の魏で活躍した数学者なのだ。当時の中国では九象算術という正や利息の計算、土地の測量など官僚の業務に必要な数学を記した教科書が存在していたのだが、九象算術は問題、答え、その答えの計算方法という形式で記述されていて、なぜその計算方法を用いるのかという数学的な証明が書かれていなかったようなのだ。隆起はその数学的な証明を与えた注釈本を執筆し、そしてその過程で円周率の計算も行ったのだ。でも九象算術って業務に必要な数学の教科書なんでしょう。どうして円周率なんかが出てくるの？それが当時は田畑の面積に応じて税の量を決めていたようで、九象算術の第一章には面積の計算方法が載っているのだ。田畑というと普通は正方形や長方形を思い浮かべるが、九象算術には台形や円形、ドーナツ型など変な形の田畑も載っているのだ。そして円形の田畑の面積を求めるのに円周率が関係してくるのだ。そんな問題があったってことは、昔の田んぼは変な形してたのね。いや、そう思って調べてみたが、実際にこんな形の田んぼがあったのかはわからなかったのだ。円形の田んぼはなかったが、教養のためにそのような問題を作ったという可能性もなくはないと思うのだ。さて、九象算術に書かれている円の面積の求め方についてだが、実質的に3つの公式が書かれており、円周の長さを C、 円の直径を D とした時、1つ目は4分の C×D、 2つ目は4分の 3× 直径の2乗、3つ目は12分の円周の2乗なのだ。このままだとちょっと分かりにくいので、円の半径を R と置いて現代風の円周率の公式に置き換えると、まず1番目は C が 2πR、 D が 2R であることから、整理すると πR2 乗になるのだ。これは見たことある円の面積の公式ね。次に2番目は D を 2R に置き換えて4で約分してこのようになるのだ。最後に3番目は C を 2πR に置き換えて4で約分してこのようになるのだ。あら、全部違う値だわ。こう見ると全部違う値に見えるが、実は円周率が3であると仮定すれば全部同じ値になるのだ。確かにそうね。ということは、昔の中国では円周率が3だと思ってたの？いや、3だと思っていたというよりは、計算の簡略化のために3で禁止していたという可能性が高いのだ。実際、隆起以前に活躍した張衡という人物は、円周率の禁止値としてルート10、つまり約 3.162 を用いていたという記録があるのだ。だが、九象算術を書いた人は円周率が3ではないと知っていたが、九象算術で学んだ側は3だと思っていた可能性があるのだ。さっきも話したが、九象算術にはこのような公式が載っていただけで、なぜこの公式で面積が求まるのかに対する説明がなかったようなのだ。隆起はこれらの公式の証明を与え、その過程で円周率の計算を行ったのだ。ということで前置きが長くなったが、この動画ではまず隆起がどのような考え方で円周率を求めたのか説明し、次にその方法で実際に円周率を計算するのだ。そして最後に、史上最古の円周率の求め方と言われているアルキメデスの円周率の求め方と比較して、円周率の計算効率にどのような違いがあるのか説明するのだ。それではここからは隆起の円周率の求め方について解説するのだ。隆起の基本的なアイディアは、円の面積をそれより小さい図形と大きい図形の面積で比較することなのだ。具体的には、まず半径1の円を考えると、面積の公式 πr2 乗の r を1とすれば、この円の面積は π なので、これに含まれる内接性多角形の面積を求めれば π の面積を下から評価できるのだ。
上からの評価は少しトリッキーで、このはみ出た部分を覆うように正多角形に長方形をくっつけて、他の箇所も同様に長方形をくっつけた。このような図形の面積と比較するのだ。長方形の幅はこの辺が円に接するように取ると一番効率よく評価できるのだ。内側は内接正多角形だったから外側は外接正多角形だと思ったけど違うのね。外接正多角形ではなく、このような図形を考えるのが有機の方法のポイントの一つで、このおかげで計算効率が良くなるのだ。次にこれらの図形の面積の求め方だが、まずは内側が内接正 N 角形でその面積を AN とした時の外側の図形の面積を求めるのだ。全部の長方形を考えるとややこしいので一つだけ考えることにするのだ。そして円の中心を O とし、この2つの頂点と O を線で結び、ここの角度の角の二等分線を引くと、この三角形は二等辺三角形であることから、角の二等分線は底辺の垂直二等分線でもあり、ここの角度は直角になるのだ。長方形の性質からここの角度も直角で、長方形のこの辺は円に接するように取ったので、角の二等分線とこの辺の交点は円とこの辺の接点と等しいのだ。次にこの点と頂点を結ぶと、長方形はこの緑の三角形とこの赤い三角形に分かれるが、緑の部分と赤の部分の面積は等しいので、緑の三角形の面積が分かれば長方形の面積が求まるのだ。またさっき引いたこれらの線は長さが等しく、他の長方形に対しても同様のことをすると内接正 2N 角形ができるので、緑の部分の面積は内接正 2N 角形から内接正 N 角形を除いた面積に等しいのだ。以上を式で表すと、長方形は内接正 N 角形の辺の数、つまり N 個あることに注意して、緑の三角形の面積の N 倍は内接正 2N 角形の面積から内接正 N 角形の面積を引いた値に等しいのだ。そして赤い部分も含めた長方形の面積はこれの2倍なので、外側の図形の面積は内接正 N 角形の面積に緑の面積の2倍を足したものに等しく、計算するとこのようになるのだ。よって面積の比較からこのような円周率の不等式が得られ、内接正 N 角形の面積 AN を計算すれば円周率を計算することができるのだ。上からの評価も内接正多角形の面積だけで済むって意外だわ。では次に内接正多角形の面積の求め方はどうかというと、さっきのように中心 O と頂点を線で結んで角の二等分線を引き、このような線を引くと、この三角形はさっき話したように内接 2N 角形の一部であり、この面積を 2N 倍したものが内接正 2N 角形の面積 A2N なのだ。そしてこの三角形の底辺は円の半径なので、長さは1、高さは内接正 N 角形の1点の長さの半分なので、内接正 N 角形の1点の長さを AN と置くと、青い三角形の面積は2分の1かける高さ2分の AN かける底辺の長さ1で、これを 2N 倍したものが A2N に等しいのだ。2分の1と2倍はキャンセルできるので、整理すると2分の NAN となるのだ。よって内接正多角形の1点 AN が求められれば円周率を計算できるのだ。ということで最後に AN の計算方法を説明するのだ。まず N が6の時はここの角度が60度なので、この三角形は正三角形であり A6 は1となるのだ。一般の N に対してはここの長さ、つまり AN の半分から A2N を求めるのだ。まずこの点を P と置くと、 OP の長さはこの三角形に関する三平方の定理からこのように求められるのだ。そして次はこの三角形に関する三平方の定理から、緑の線の長さの2乗、つまり A2N の2乗は赤の線の2乗足す 1-OP の2乗になるのだ。これらの式を整理すると計算過程は省略するが、このような AN の全化式が得られ、
この全化式を用いてより大きな N に対する AN を計算できるのだ。ここまでの結果をまとめると、まず π に関するこの不等式が外側の長方形の緑の三角形の面積を計算することで得られ、次に面積 A に N と一辺の長さ AN の関係が高さ2分の AN の三角形の面積から導かれ、最後に AN に関する全化式が三平方の定理を用いて得られたのだ。そして例えば A6=1 から始めて A12A24 と計算していくことで円周率が求められるのだ。これが隆起が考えた円周率の計算方法なのだ。以上で隆起の円周率の求め方が説明できたので、ここからは隆起の方法で実際に円周率を求めてみるのだ。さっき求めた式は右側にまとめておいて、まずは内接性 N 角形の一辺の長さを求めていくのだ。さっき説明したように内接性六角形の一辺の長さ A6 は1なので、一番下の式の N を6として A12 の2乗は2√3となるのだ。この値の計算にはルート3の計算が必要になるが、隆起は平方根を小数点以下78桁の精度で計算しているのだ。急小算術には現在では開閉法と呼ばれている平方根の計算方法が載っていたようで、さらに算理と呼ばれる計算のための道具もあったため、この精度の計算が可能だったようなのだ。ちなみに三平方の定理も急小算術に載っていたようなのだ。これで A12 の2乗はこのように計算されるのだ。再び右下の式から A24 の2乗が計算でき、これを繰り返して隆起は A96 の2乗まで計算したのだ。次に真ん中の式から内接性96角形の面積と内接性192角形の面積がさっきの計算結果の平方根を取ることで計算されるのだ。ここまでの計算で平方根の計算を、辺の長さの2乗を計算するのに4回、面積の計算に2回、計6回行う必要があるのだ。最後に一番上の式の N を96として円周率が求まるのだ。ただし左辺に関してはすでに A192 を求めているので、A96 ではなく A192 を用いるのだ。隆起が最終的に得た計算結果はこのような不等式だったのだ。左辺の分数は小数で表すと 0.001024 で、右辺の分数は小数で表すと 0.002704 なので、円周率がほぼ 3.141 であることまで突き止めていたのだ。現代ではコンピューターがあるので、コンピューターに計算させるとこのようになったのだ。円周率と一致している部分は赤くしており、左の N は計算に使った内接性多角形のうち一番大きいものの頂点の数なのだ。隆起の結果は N=192 に相当するが、下からの評価を比べるとコンピューターの方が若干精度が良いのだ。これはおそらく隆起は平方根の計算時に切り捨てを行っているため、一辺の長さが小さめに計算されているからだと思われるのだ。次に絵からの評価を比べると隆起の結果の方が若干精度が良いのだ。これも平方根の計算時に切り捨てを行ったため、本来の値よりも小さい値になったからだと思われるのだ。もっと厳密な計算をするなら切り捨てた値だけでなく切り上げた値の両方を計算する必要があるのだ。ちなみに隆起はこの後も計算を続けていたようで、内接線536角形まで計算したとのことらしいが、計算結果は残っていないようなのだ。これで隆起の方法を用いて円周率が計算できたので、最後に歴史上初めて考えられた円周率の厳密な求め方といわれるアルキメデスの計算方法と比べて隆起の方法のどこが優れているのか解説するのだ。まずアルキメデスの求め方がどのようなものだったかというと、これを半径1の円とした時、円周の長さ 2π を内接性多角形の周の長さで下から評価し、外接性多角形の周の長さで上から評価することで円周率を求めたのだ。内接性多角形の周の長さはさっき求めた一辺の長さの全化式を用いて計算できるが、
外接正多角形の周の長さは一辺の長さを BN と置いたとき、 BN に関してこのような全化式が成り立つことが知られており、この全化式を用いて計算できるのだ。そして周の長さの比較で得られるこの不等式を用いてアルキメデスは円周率を計算したのだ。アルキメデスの方法について詳しく知りたい人は概要欄から過去にアップしたアルキメデスの動画を見てほしいのだ。この不等式を隆起の方法と比較すると、左側の不等式については内接性 N 角形の周の長さから内接性 2N 角形の面積を求められたことから、どちらの方法でも数値的には等しいのだ。では右側の不等式はどうかというと、それを調べるために外接性 N 角形の周と面積の関係について調べるのだ。まず円の中心を O として、 O から頂点に線を引き、中心角の二等分線を引くのだ。するとここにできる三角形は底辺が BN、 高さが1なので面積は2分の BN で、外接性 N 角形の面積はそれの N 倍なので、外接性 N 角形の面積を大文字の BN と置くと、このような式が成り立つのだ。そして面積の比較から π の不等式が得られるが、これは赤枠の不等式と同じなので、外接正多角形についても、周による比較と面積による比較は同じ結果が得られるのだ。ここで隆起の方法を思い出すと、隆起はこのような図形の面積を計算したが、この部分の面積の分、隆起の方法の方がちょっとだけ効率が良いことがわかるのだ。また、平方根の計算回数という観点でも、アルキメデスは N イコール6、12、24、48、96と計算したが、AN に関してはこの全化式の計算で4回、A96 の2乗の平方根の計算で1回、BN に関しては全化式の計算で4回の計9回平方根の計算が必要なのだ。これは隆起の方法では6回で済んだことと比べると、手計算においては隆起の方法の方が効率が良いと言えるのだ。最後に円周率の近似精度についても比較すると、隆起の結果はさっき見た通りこのような不等式だったが、アルキメデスが得た不等式はこのようなものだったのだ。左辺を小数展開するとこのような値になり、隆起の結果と比較すると隆起の方が少しだけ精度がいいのだ。左辺については実質的に同じ値を計算しているものの、平方根の計算精度の差でこのような結果になったと思われるのだ。次にアルキメデスの結果の右辺を小数展開するとこのようになるが、隆起の結果と比較するとこっちも隆起の方が少しだけ精度がいいのだ。隆起の方法の方が計算している値自体が小さいということもあるが、それだけではこの差は出ないので、こちらもやはり平方根の計算精度の差が出ていると思われるのだ。それではこれで今回の動画は終わりなのだ。内容の補足と計算に使ったサンプルプログラムを公開しているので、気になる人は概要欄から見てほしいのだ。動画が面白かった、ためになったと感じた人は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうなのだ。また見てね。